バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのヨコです。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いくださいね。お願いいたします。そして後ほどうちの姫がね、ゲスト出演する予定でございますので、ぜひそちらの方もお楽しみにお過ごしください。ということで今日はですね、早速1曲目お届けしたい曲があるんです。去年リリースしましたフラーズマンのキス&ハグのタイトル曲にもなっております。そして1年前にねミュージックビデオも発信しているんですけれども、鹿児島県にあります永田中学校音楽部の素敵なコーラスとともにね発信しております。そしてミュージックビデオには今さもう満開でどこでも綺麗でしょ、コスモス畑、そして鹿児島を代表する桜島をバックに歌っております。そちらもですねぜひチェックしていただきたいなと思います。それではお聴きください。陽子と永田中学校音楽部バージョンでキス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you、 ずっとずっとそばにいよう、愛しくてたまらない、守り抜きたいよ、いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛、言葉は世界を変えていくために必要な I love you、陽子と永田中学校音楽部バージョンのキス&ハグをお届けしました。それでは早速リクエストいただいております、メッセージいただいております、お読みしたいと思います。陽子さん、
タッフの皆さん、こんにちは。またまたお久しぶりのカズさんです。カズさん、こんばんは。毎晩すっかり冷え込んできましたね。その後体調はいかがですか？最近はしのんちゃんとの親子ラブラブトークがとても楽しみになっています。できればずっと続けてくださいね。私と主人は結構好きなものが似ていて、前回は列車の旅の話をしましたが、お花を見るドライブも大好きなんです。一昨年までは小林市の生駒高原に高齢の母も一緒に出かけていましたが、今は主人の会社が県外移動を禁止しているので、ここ2年行けていません。そこで県内で我慢することに。鹿児島県内にもいろいろあるんですよね。鹿児島市犬迫町の都市農業センター、平川動物園近くの健康湾公園、出水市の城和公園、鹿児島空港近くにあるコスモス畑、ここは個人の畑で夏はひまわり畑になります。いずれも無料で鑑賞できるので、ありがたいことこの上ない。でもまだ行っていないのです。2週間ほど前に溝辺に行ったらまだまだでした。今度の日曜日に久しぶりに平川動物園に行く予定なので、ついでに見たいと思っています。え、動物園と思われるかもしれませんが、私は動物が大好きで、特にこのコロナ禍であちこち行けなくなっても、全国各地の動物園が動画を配信してくれるおかげで癒されていました。動物園も何度も休園を余儀なくされて大変でしたね。やっと行けるので今から楽しみです。ちなみに私の一番のお気に入りはレッサーパンダです。陽子さんはどこか行かれましたか？気候が良くなったので行ける範囲で鹿児島の短い秋を満喫したいものですね。そこで今回のリクエストは秋の曲をお願いします。もちろん陽子さんの曲でも、陽子さんのお気に入りの曲でも構いません。どうぞよろしくお願いします。季節の変わり目、体調にはくれぐれもお気をつけて元気でお過ごしくださいね。ではごきげんよう。カズさん、ありがとうございます。いや、今日もね、長いラブレターをいただいておりますね。嬉しい。そっか、カズさん、あれなんですね、動物園好きなんですね。レッサーパンダが大好きですって書いてある可愛い感じのメッセージをいただいておりますが、私たちね、この放送は宜野湾というね、沖縄県にある宜野湾市から発信しておりますので、沖縄の方、今ねちょっと鹿児島県の地名がいろいろ出てきたんですけれども、鹿児島市に近いところですね、その近いところにいろいろコスモス畑とかがあるんだよっていうお話だったんですけれども、出水市はちょっと離れてるか。でもね、鹿児島どこ行っても綺麗ですよね。コスモスだけじゃなくて、いろんなお花が、綺麗だよね。だってさ、農道って言われるさ、グリーンロードってかっこよく、今呼ばれるところは結構各地にありますけれども、そういうね、田舎のね道を黄昏で走っていますと、季節ごとにねお花がね、もうブワーって咲いてね、感動することはね多々ありますよね。そっか、カズさんね、コスモス畑、そう、私も冒頭に言いましたけど、今年はまだ見れていないんですけれどもね、やっぱりさ、家族と過ごすにはさ、ピクニックってさ最高ですよ。私大好きでね、娘がちっちゃい時からね、ちょっとおにぎり握ってはね、どこか出かけて公園でも行ってね、おにぎり食べてみたいなことをしてましたね。この仕事をできるようになってからはね、歌い手始めてからは土日祝日が基本仕事だったのでね、子供を連れて一緒に仕事に行って、娘は娘で自由に過ごして、お祭りを楽しんでね、イベント楽しんで、私は私で仕事をしてっていうことが増えましたけど、それでも合間合間でこう季節ごとにね、夏祭りの時期には浴衣着て花火大会行ってみたり、そしてバーベキューしたり、キャンプしたり、アウトドア大好きなのでね、秋の時期はコスモス畑に行ったり、そして春になると桜を見に行ったりね、やっぱそういうのって大事ですよね。心が元気になりますからね。陽子さんはね、どこに行きましたかっていうより、どこに行きたいですかっていう話になっちゃうんですけれども、今年も鹿児島クリスマスマーケットが開催予定でございますよ。で、そちらで私も歌う機会をいただいて、いただける予定なんですけれども、そのね、鹿児島クリスマスマーケットっていうのは、鹿児島中央駅、鹿児島で一番大きな駅の広場のところであるんですけれどもね、もう全国的にもね結構注目されてる大きなねツリーが、モニュメントがね、もうとにかく、うわ
素敵な冬だなっていう風にね、みんなのことを感動させながら今年も待ってくれてるだろうなと。でそのツリーの下でね、音時間発信するって、まあ、何よりも自分が好きなんですよ。だからね、それが楽しみ。もうとにかく冬になっていって、秋は秋でね、なんていうの、朝晩こう娘を送り迎えしたりする時とかにさ、あ涼しいなとか、あ気持ちいいな、寒いなっていうこの季節感がさ、もう私は好きなんですよね。秋好きですけど、でも冬になるとさ、もう出たくなくなっちゃうじゃないですか、お家から。だからこそこう冬のイベントでね、あサンタさんが今年も来てくれるんだみんなのためにっていうクリスマスが大好きなので、とにかく私は今クリスマスをめがけて生きております。ぜひね、皆さんにもね、素敵な冬が訪れるように私も祈っておりますのでね、楽しみに一緒に過ごしましょう。では、今日はね、秋の曲ということだったんですけれども、私ね、ちょっとね、季節ごとに縁側でお茶したいなっていう気分の時にはこの曲聴いてほしいんです。陽子でダイアリー。悲しくなるわけなんて一つもないのに、心細い魔法のような時間は過ぎて振り返り、考えぬ下ろしたての靴で追いかけてたの、まばゆい光る未来の姿を焦った写真の少女はこっちを向いて笑った。ねじめくる指が震え、涙がこぼれる、愛しい過ごした時間と
ようこでダイアリーお届けしました。それでは皆様お待ちかね、カズさん今日もありがとう。シナーン、いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは、お久しぶりでございます。お久しぶりです。なんか疲れてるね。毎日青春してるかい？はい。もっとハツラツしよう。はい。今ね、文化祭シーズンでね、なんかくったりしてますよね。何してんだったっけ？何も食べてないよ。食べてない？お腹空いてる話ではございませんよ。くったりしてる。あ、くったりしてる。ぐったりしてるっていうこと。あの文化祭でちょっと疲れてるんじゃないかっていうお話でございます。あ、はい、疲れてます。いやね、あのね、声って大事ですからね。疲れてます。そういう意味ではございませんが。まあね、そんなこんなでございますけれども、はい、まあ、毎日さ、シノのおかげでママも青春できておりますよ。うん、だってさ、迎えに行くとさ、子供たちと一緒にいる、お友達といるしのにさ、今日も青春してきたっつったらみんな、はいって言うね。かわいいよ。青春してきた、はいっていう中学生なかなかいないと思うんだよね。いるのかな、まあ、それ普通なのかな。まあ、ぜひ皆さん、大人の皆さん、周りの中高生に、今日も青春してるって言ってみてください。で、素直にはいとかさ、えとか言う子はまだいいですけど、無視されたら責任擁護取りませんよ。ごめんね。その時はごめんだけど。まあでもさ、沖縄に行った時もだけど、まああったかいところの子供たちってさ、うん、なんか元気だよね、挨拶が。うん、まあ、東京の子供たちって声かけにくいなって唯一思ったことがあって、危ない人に間違われたらいけないなみたいなさ、わかる、うんうん、ちっちゃい子たちはさ、こう遠目から手振ると手振ってくれるんだけど、でも東京の子たちはね、結構注意深いんだよね。うん、これは偏見かもしれない、ごめんなさい。田舎の子たちっていうかさ、鹿児島はさ、あ、この間面白かったよ、自転車の男の子覚えてる？あ、可愛かったよね。実は娘と車に乗ってて、大きな道路だったんですけれども、その目の前をお母さんと、何歳かな、1年生3歳、いや、もっとちっちゃいか、5歳ぐらいか、5歳ぐらいだね、補助輪つけた男の子がね、お母さんと一緒に自転車で走ってたんですよ。うん、で、なんかちょっと新品っぽかったよね。あ、そうヘルメットもピカピカしてたね。そうそう、黄色の自転車だったな。よく覚えてるね。それでね、あの、その男の子がね、すっごいドヤ顔でね、私たちの方を見てね、ね、ドヤって顔して走ってたのよね、補助輪付きでね。そうそれで行って、可愛いなって二人でこう燃えたよね、なんかね、可愛、いこの子と思って、なんかニコってしてた時にどうした、そう可愛かったね。そしたらちょっと道を曲がって、で、目的地の近くになった時に、またさ、今度は近くを通ったわけ。そしたら私も目的地だったから、車庫入れするのにさ、車庫入れ、まあ、駐車場に、あの、車止める時に、その子がね、近くにいたから、もう思わず窓開けて、バイバイって言ったの。そしたらその子もバイバイって返してくれて、そしたらシノが一言、ナンパしないのって。逆なんや、逆なんしちゃいましたね。可愛かったよね。もう、あの、かっこいいこと分かってるよね。自分がね、そう、かっこいいとか可愛いとかで、俺っていけてるみたいな感じで、ね、そうなのがもう分かってるって、分かってる、あれはいいね。もう息子にああいう子欲しいね、うん、と思いました。二人で ね、キャッキャなりましたね、久々にね、はい、キュンキュンしました。そういう自転車に乗った男の子の話なんですけれども、はい、やっぱそのちょっと話戻るけどね、東京行った時はね、やっぱ自転車とかさ、歩いてる子とかいても、ちょっと距離を持ってたなと思って、それはちょっとあるかな。で、鹿児島に行ってさ、まあ、私たちも市内の方に住んでますけど、よくさ、シノンさ、挨拶するじゃん。どっちかって言ったら、まあ、シノンのその挨拶する量も珍しい方じゃん。量多いってこと？そう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 、よく
ね、挨拶してるなと。挨拶返されないけど挨拶してますね。挨拶おばちゃんですね。でもあの学校の学校に行く道だったりとか、うん、すると挨拶を毎日してるので、あ、行ってらっしゃいとか。まあ大事だよね。やっぱ顔見知りの人がさ、何かあった時に助けてくれるっていうこともあるじゃん。もちろん今さ、それがさ危ないっていう考えもあるんだけど、でももし困ってる時とかにさ、やっぱりね、大人の力必要だったりしますからね、うん、いや、なんかついついこんにちはって言うんですけど、うんうん、知らない人でも、うんうん、なんでこんにちはって言わないといけないのかなってたまに思っちゃうんです。挨拶は大事ですからね、シンプルに。でもなんかもう自然に出るから、うんうん、なんで、あれ、なんで挨拶してるのかなってたまに思います。まあでも大事ですよ。 でも自然に出るから別にまあいいか。さっきからさ、自然に出るから自然に出るからって言ってるけど、だから大事だってそれはそうなんだけど、身を守るために今さ、防犯対策としていろんなことが言われてるじゃん、うん、物騒な世の中だよねっていう言葉あるけど、まあ実際それはそうですからね。自分の身は自分で守らないといけないし、ちっちゃい頃からこんなん言っててもさ、やっぱシノに教えてましたしね。だからね、やっぱね、こうなんていうのかな、こうなんて言ったらいい、害がない言い方が見つからないけど、まあとにかく素直に生きる時と守る時は大事ですよね、うん、うんうん、まあそんな世の中で、とにかく自転車の男の子とか可愛かったね癒されました。ではここら辺でもう一曲お届けしたいなと思います。来月11月6日にイッシージャムナイトというねライブがございますが、シノも出演してくれるんですけれども、その時みんなと一緒に歌いたいヨーコの曲があります。 Life という曲なんですけれども、 Wow 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 ってみんなでね、もう初めて聞いた人もね歌えちゃうね、うん、そうなので、シノもコーラスで入ってくれるので、ぜひその曲をね今聴いてライブに遊びに来てほしいなという思いでお届けしたいと思います。それではお聞きください。ヨーコでライフ。ヨーコでライフお届けしました。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛にお願いいたします。お願いします。それではですね、11月6日は久々のライブが迫っておりますしね、うん、もう楽しみで仕方ありませんし、
ぜひ皆さんのねお顔も拝見したいけれども、それが無理な場合もねメッセージもらえると嬉しいよね、ラジオにね頑張れよ2人ともみたいな感じで激励の言葉お待ちしてますんで、ぜひぜひ来週もよろしくね、お願いいたします。お願いします。では今週も1週間めちゃくちゃハッピーでいてくださいね。それでは一緒にバイバイハッピー。